うっす。個人的にね、ハテナバトルで一番楽しみだったバトル、こちらアバイス VS デックが動画化されたので、今回こちらの解説やっていこうと思います。まあまあまあ、結構みんなもね、言いたいことがあるバトルなんじゃないかなって思うのでね、勝敗に関しても個人的な意見をね、喋っていこうと思います。ちょっとテンポ遅めてるのかな、まあわかんないけど。ということでね、アバイスの1本目 GBB のマルタカードだね。まあまあまあ、バトルルーティンとして使ってもめちゃくちゃ強いだろうなっていうのはあったけど、あの非現実的なコンボがさ、現場で使われてるっていうのをこういう風に確認するとさ、やっぱりね、なんかバグるよね、脳みそ。やっぱりさ、アイスの良さってこのビートボックスの気持ち悪さというか、なんか結構想像できないようなコンボの組み方をしてる上にさ、ありえないぐらい正確なんだよね。そこの非現実的感っていうのかな、トップニュースクーラーから感じがちなあれなんだけど、それがね、アイスの大きな強みだよね。あとまあ、これが意図的かどうかはわからないんだけど、テンポが落ちてることでさ、ちょっと違う雰囲気感じるの面白いよね。なんで知ってんだよ。砂漠って日本語知ってんの面白くない？まあちょっとゼッカのカウンターもね、拾っていきたいんだけど、アイスの1本目としてはむちゃくちゃ強いよね。ゼッカの1本目の要求値がアホほど高いんだけどさ、まあ、最初のカウンターがうまいことヒットしてるっていうね。なんかさ、カウンターってさ、完璧にコピーすることが全てじゃないわけよね。今のさ、食い気味の入り方とかっていうのも全部含めて、ものすごくうまくカウンターがヒットしてるからさ。はい、ということでね、ゼッカの1本目なんですけども、こちらはね、ビートランドルも使ってたルーティンだよね。これほんとね、1本目に持ってこいというか、もうこれ以上ないよね、1本目に適してるルーティンっていうレベルで完璧すぎるルーティンなんだよね。頭のカウンター完璧、使うルーティン完璧ですってなったら、もうすごい個人的な意見だよ。個人的な意見だけど、まあ、この時点でちょっとゼッカの方が一歩リードしてるかなっていう感じがする。
うん、なるほどね。カウンターっていうよりはアンサーに近いかな、これは。やっぱさ、このアイスのさ、っていう音が、めちゃくちゃ透き通る音というか、そういうのがあってさ、相手のバトルラウンドが終わった後に自分の世界観に引き込もうっていう時にこの技を使うと、観客としてもめっちゃ湧きやすいしさ、世界観に引きずり込みやすいっていうのもあるよね。うん、ところってさ、こういうコンバあったらいいのになーがさ、本当に現実になっちゃうところなんだよね。ビートランドの時もこのルーティン使ってたと思うんだけど、その時はさ、まあ、やっぱ動作が重いっていうのもあってさ、インワードベースがうまく出せてなかったところとかもあったと思うんだけど、今回さ、もうバッチリ出ちゃってて、マジ強すぎるね、この時の絶果ね。ところどころさ、アイスに対するカウンターっていうのも織り交ぜてるし、まあ、結構さ、ショーゴとかディーローとかもやるんだけどさ、2本目のバトルに支配系のネタを入れてくるっていうか、その場の雰囲気をさ、結構ダークな雰囲気で観客の注意を引き寄せる系のネタを使うんだけど、ゼッカも今回それをしてきてて、で、ゼッカのやばいところはそこにエグすぎるスキルが詰まってるっていう、まあ、それこそさ、さっきあのビートランドでうまくいかなかったぐらいの難易度のネタをさ、ここまで綺麗にこなしてきてるので、本当に最強すぎた2本目っていうか、まあここからね、すごく個人的な勝敗に関する意見なんだけど、個人的にはゼッカが2歩ぐらいリードして勝ってるのかなっていう感じがしますね。アイスの2本目も当然やばかったんですけど、息が持たなかったところとかもあって、ルーティン全体で見た時の一貫性がゼッカの方があったかなっていうふうに思うのね。もう本当に主観の問題なんだろうけど、より複雑なものを一貫してこなしてたのがゼッカだったのかなっていう感じがするのね。あとはまあ、さっきも言った通り雰囲気の持ってき方っていうのがあって、もう完全にゼッカ一色になってるっていうのがあるので、まあゼッカにあげたいかなっていう感じがしますね。でジャッジ見ていきましょう。それでは早速
オーディエンスジャッジの方に移りたいと思います。Apple White's gonna have you stand right over here, please. Oh, wow. Okay. All right. All right. All right. Can I get you stand right over here? Oh no, you. Yeah. I'm right over. I'm just gonna be asking the judges. Hi. So, それではオーディエンスジャッジに参りたいと思います。先行青コーナーアボアイス。ありがとうございます。後攻赤コーナーゼカ。ゼカに1ポイント与えます。So you're red and you're blue, okay? You're red? You're red, yes. Alright. So the judges, y'all are ready? Excellent. Here we go. 3, 2, 1, judge.ん？アイス2票、ゼッカ1票。ああ、アフラさんがオーバータイムなのか。2 points for ゼッカ、2 points for アボアイス、and 1 draw。これは。オーディエンス賞がゼッカに入ってるので、2-2とオーバータイム1で延長戦になってますね。なるほどね。So since Abo Ice went first, we're gonna have Zeka go first and then Abo Ice, alright? You guys are good? Judges ready? Audience ready? それでは、Zeka! 1 minute and 30 seconds on Zeka, overtime! いきます! When I say the 3, y'all say the 2 and the 1, in 3! 2, 1!Fuck it, let's do it. ゼッカがね先手でスタートしたんですけども、このネタ懐かしいね。なんかさ GBB2019 のさエリミネーションでもこのネタ確か使ってたと思うんだけど、スリした瞬間にスピーカーがキーンってなってたの懐かしくないね。まあ、結構ゼッカのクラシックなネタというか、まあ、延長戦の1本しかないってところで強烈なインパクトを残すっていう意味ではものすごくいいネタだよね。でさ、アイスのカウンターがあったと思うんだけど、めちゃくちゃいいよねこれ。まあ、アイスロールって言えばいいのかな。それを使いながらしっかり相手のパターンもさ真似して相手と差別化を図りながらカウンターできてるっていう、え、めっちゃいいカウンターだよねこれ。I tried, said, Zaz, said, I said, Zaz, said, Ooh.
ということで、アイスはクエスチョンマークだね。まあ、ところどころのアレンジもめっちゃ面白いしさ。まあ、やっぱ音の質感が非現実的すぎるね。まあ、すごく個人的な意見なんだけど、延長戦に関しては、アイスの勝ちかなっていうふうに思うんですよね。まあ、まずカウンターが良かったっていうのと、まあ、結構ゼッカはクラシックなネタを持ってきたっていうのがあって、アイスの方がまだ印象が強く残ってるのかなっていう気がするのね。っていうのがあって、まあ、若干アイスに上がるのかなっていう感じはします。あとまあさ、ゼッカがバトルに加わるとさ、相手のビートボックスにゼッカが参加するっていう、このパターンになりがちなの面白いよね。それでは、いきます！ 3、2、1、ジャッジ！まあ多分みんな感じ方に似てたんじゃないのかな。ね。ってな感じですね。はい。ということでね、まあ、破天荒楽しみだったバトル、アボアイス VS ゼッカを解説させていただきました。ぜひね、コメント欄に感想やリクエスト等あれば書いていってください。ということで、私からの動画でお会いしましょう。じゃあねー。